こんにちは、ようこです。今日は3月の13日の土曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツのドルトムント市なんですけれども、現在午後の2時半で気温が9度、朝から雨が降っていて、どんよりしたお天気になっています。でこのドイツなんですけれども、今週の月曜日3月の8日からなんですけれども、ロックダウンが延長になり、また新しい規制が実施されています。で商店は、営業されているんですけれども、この感染予防対策ということで、人数制限がされていて、お買い物する際には、利用客は、初めに、予約を入れて、それでお買い物をするという、システムになっています。ですので、前回の動画でもご紹介させていただいたんですけれども、私も、ザラを、でお買い物する際には、事前に、オンラインで予約時間を入れて、それで、利用したわけなんですね。で全ての、この商店がこのオンラインでの予約システムを取っているわけではなくて、実際に、店頭で、人数制限をしていて、この人数を見ながら、お客様を、入れているような状況にあります。で、そういう規制が始まって、今日は初めての週末ということですので、おそらく、このドルトムント市中心街も、お買い物を、する人々で、にぎわっているのではないかなと思われます。でこの3月8日というのは、私たち日本人、また世界の国々にとっても、忘れられない日でもあるんですね。というのも、2011年の3月の8日に、起こって東日本大震災なんですけれども、日本で大きな地震が起こりましたよね。でこの地震によって津波が発生して、多くの建物やまた人々が被害に遭っています。でそれに加えて、この福島にある、第一原子力発電所の、一部が倒壊して、事故が起こっているわけなんですけれども、で、世界的にはこの人々が亡くなった多くの建物が倒壊したということも、そうなんですけれども、一番注目を浴びているのが、この原子力発電所の事故なんですね。で、このドイツ自体も、大きな、事故として捉えているわけなんですけれども、今回は、このドイツはこの東日本大震災で起こった地震と、福島第一原子力発電所で起こった事故についてどう捉えているのか、またこのドイツは、どのようなエネルギー生産をしているのか、取り組みについてお話しさせていただきたいと思います。でまた、私自身、看護師なんですけれども、日本と、ドイツの、医療機関で働いていた経験があるんですけれども、私もこの原子力というか、放射線の下で働いていた経験があるんですね。こちらについてもお話しさせていただきたいと思います。これによって、再度、この地震の対策をね、やはりこのしっかりとってもらうということと、またこの原子力発電、またね、他のこの生産エネルギーについても、皆さんに関心を持っていただければいいなと思っています。でこの3月の8日なんですけれども、このドイツでも、この当時の、この、東日本大震災の様子の、映像が流されていました。津波で流される、建物や、町の様子、また原子力発電所の様子などが、報道されていたわけなんですけれども、で、このベルリン市では、日本人を含む200人の人々が、この脱原発ということでデモを行っているということなんですね。で、私の、私はドルトムント市に住んでいるんですけども、ドルトムント市から、だいたい30キロ、40キロメートル先にデュッセルドルフ市というところがあるんですが、この3月8日の日の、数日前に、デュッセルドルフ領事館からも、お便りをいただいて、このデュッセルドルフ市でも、その脱原発のね、デモがね、行われますみたいな感じの、そういうお便りをいただいたわけなんですけども、実際に、それが実施されたのかはわからないんですが、そのような、活動も起こっています。で、このドイツなんですけれども、この原子力発電の事故についてね、大きく捉えていて、で、この福島の原子力発電所の事故がきっかけで、このエネルギーのあり方が、見直されて
て、で、まあ、大きなね、まあ、取り組みを現在実施しています。で、このドイツも原子力発電によって、まあ、このエネルギーを生産している国だったんですけれども、まあ、まずはこの1986年に起きたソ連でのチェルノブイリの原発事故が、まあ、きっかけで、まあ、このドイツもやはり、まあ、この脱原発をした方がいいということで、まあ、取り組みがね、実施されてきました。でも、まあ、この2011年、まあ、今から10年前に起こったこの東日本大震災による、まあ、福島第一原子力発電所の事故が、まあ、もっと、まあ、その、まあ、取り組みを、まあ、促すきっかけになったということなんですね。で、目標では、まあ、2022年の、まあ、来年の12月の、まあ、31日までに、まあ、現在ある原子力発電所、まあ、どうも今現在3基のみだということなんですけれども、まあ、全てを、まあ、閉鎖するという方向で言っています。じゃあ、まあ、この原子力発電所が、まあ、この、まあ、閉鎖されることによって、じゃあ、このエネルギーは、まあ、どのように、まあ、この生産されるかっていうことですよね。で、それで、まあ、このドイツなんですけれども、まあ、現在、このエネルギーの生産として行われているのは、まあ、太陽光発電と、まあ、風力発電になっています。で、私もこのドイツに、まあ、住んで、まあ、7年になるんですけれども、まあ、驚いたのが、まあ、初めて見たこの風力発電なんですね。で、まあ、ちょっと郊外に行くと、もう、この、まあ、大きな発電機が、こう、そびえ立っていて、まあ、形は、まあ、この風車みたいな感じなんですけれども、まあ、大きなこの農地の場所に、まあ、もう、たくさんのこの風車のような発電機が、まあ、この、立って、こう、稼働している状況を見ると、もう、本当にちょっと幻想的というかね、不思議な、まあ、この感覚をね、感じたわけなんですね。まあ、今ではもう見慣れたわけなんですけれども、で、現在、まあ、このドイツでは、まあ、脱原子力ということと、まあ、脱、まあ、火力発電ということで、まあ、この火力発電も、まあ、炭を燃やしてこの発電していたんですけれども、CO2 の問題が出てきたので、まあ、こちらももう並行している、まあ、炭鉱もね、閉じている形なんですね。ですから、メインに太陽光発電と、まあ、風力発電をしていくということで、まあ、現在、このドイツでは各地に、まあ、そういった、まあ、ものが、まあ、設置されています。ですから、太陽光パネルであったり、まあ、風力発電機がね、まあ、そびえ立っている状況なんですけれども。で、まあ、じゃあ、まあ、この、再生可能エネルギーと言われるね、まあこういったこの発電システムなんですけれども、まあ再生可能エネルギーは、まあいくつか種類があるんですけれども、まずは、まあこういう太陽光パネルを用いたようなね、太陽光エネルギー、また風力、まあ水力、地熱、バイオマス、海洋エネルギーというね、まあ発電、まあ再生可能エネルギーがあるんですね。で、日本は、まあこういう2011年に、まあ大きな、まあこの福島、まあ第一、原子力発電所の事故が起こっていて、で、まあ、この日本においても、まあ、各国においても、まあ、脱原子力発電所ということで、まあ、この、反原子力発電を、まあ、声を上げているんですけれども、じゃあ、まあ、それに代わる、まあ、エネルギー生産はあるのかどうかということを、やはりね、考えないといけないですよね。で、この原子力発電っていうのは、やはりこのデメリット、とは、まあもちろんありますよね。やはり管理が難しくて、まあこのような福島のような、まあこの、まあメルトダウンというね、ことが発生していますので、やはりまあこの、日本は特にこの島国で、まあ自然災害が多いですよね。台風とか、あとまあ地震が起こるので、まあそういった、まあ施設を管理することの難しさが、まあこの問題になりますよね。で、じゃあ、この、まあこの原子力発電、に変わるエネルギーはあるのかということなんですけれども、まあ、地形的に、まあ、難しい部分もありますよね。まあ、島国なので、まあ、周りが海に囲まれているし、またこの台風が起こったり地震があるので、まあ、風力の発電機を建てるというのも難しいですし、またこの太陽光発電においても、もう日々この日照時間が違うので、まあ、安定したエネルギー供給というのが難しくなりますよね。で、まあ今一つ考えられているのが、まあどうもこの海洋エネルギー発電ということで、まあこれは、まあこの海のこの波の力とか、まあ海流などで、まあこの発電をするというね、エネルギー発電になるんですけれども、まあこれがまあひょっとしてね、まあ効果がこの日本には
があるのではないか、まあ、日本の、まあ、環境から見ると、まあ、ぴったりな、この、再生可能エネルギーなのではないかということで、まあ、いろいろ研究などもね、取り組みなども進められているということなんですね。まあ、ただ、これだけでちょっと補うのはね、やはりちょっと難しいかなと思われるんですが、で、ドイツでも、まあ、太陽光発電や、まあ、風力発電が、まあ、実施されているんですけれども、まあ、すべてこれで補えるわけではないので、まあ、実際には、まあ、フランスから、まあ、フランスでは、まあ、原子力発電を行っていますので、まあ、そこから、まあ、電力を買っているわけなんですね。で、まあ、日本も、まあ、こういう、まあ、今現在、この海洋エネルギー発電という取り組みをして、まあ、この、なるべく、この、原子力発電に頼らないようなエネルギーを、まあ、生成していきましょうという働きかけは、まあ、されているようなんですけれどもね。まあ、まだまだね、まあ、時間が必要なような状況にあります。まあ、それでも、またいつ、まあ、この地震が起こって、まあ、この、同じような被害が起こるかどうか、また事故が起こる可能性もあるので、まあ、すぐにでも、この、まあ、この原子力発電をどうするのか、またそれに代わるような、まあ、再生可能エネルギーを見つけ出さないといけない状況なんですけれども、で、まあ、こういった、まあ、原子力発電は、この日本では、海沿いに作られていますよね。で、まあ、それは、この原子力発電を管理する上で、まあ、この冷却システムということで、水が必要になるということで、まあ、どうしてもこの海が、の近くに、まあ、この、建てられるわけなんですけれども、で、そうなると、やはりこの地震が発生したりと、したりした時に、まあ、津波によって、まあ、倒壊する可能性がありますので、やはりリスクが高いということもありますよね。で、このドイツでは、まあ、この、ライン川沿いに、この、まあ、水が豊富ということでね、この発電所がね、設けられているわけなんですけれども、で、私は二十数年前に、2年ほどなんですけれども、島根県の松江市というところに住んでいました。で、この松江市にも、この中国電力による、まあ、この発電所があるわけなんですね。で、夏になると、まあ、私は、この、家族と共に、まあ、海に遊びに行っていたんですけれども、もう、この海岸から、この原子力発電所が見えるんですね。まあ、十数キロ先なんですけれども、もう本当に大きな建物で、なんかこう、自然の中に、まあ、そういった大きな、ちょっとこう建物が建っている光景っていうのはちょっとね異様というか不思議なね感覚をね覚えました。でその発電所の周りはまあ常に熱を持った状態なので、まあ、海水が温かいということもあって結構ねお魚がまあよくまあ来るということでまあことはね聞いていたんですけれども、でもまあそういったところもまあやはりこの被爆した時の対策はねまあ十分に準備されているということなんですね。まあいつ被爆まあ何かきっかけで被爆する可能性があるのかわからないのでやはりそうなった時の避難場所であったりとかまあ対処についてはねまあこのまあしっかりとね取り組みがされているということなんですけれども、で、私は日本でも、まあ、看護師をしていて、まあ、ドイツでも看護師をしていたということなんですけれども、ドイツで看護師免許を取ってから、まあ、働いた病院なんですけれども、まあ、ドルトムント市にある病院の中のカテーテル室で働いていました。で、これは、まあ、例えば、まあ、心臓の、まあ、血管障害で、まあ、心筋梗塞とか起こりますよね。で、その際には、まあ、検査をして、まあ、それで、まあ、処置、まあ、例えば、まあ、このバルーンで、まあ、血管を広げたりとかする、まあ、そういうね、処置をするわけなんですけども、その際には必ず、まあ、放射線の、まあ、元で検査を行うんですね。まあ、造影剤を流して、で、それで、まあ、この造影の、まあ、映像を見るわけなんですけれども、で、私は、まあ、医師や、まあ、他の、まあ、この、テクニシャンというか、まあ、この検査技師の人と共に、まあ、検査室に入って、で、まあ、処置室に入って、それで、まあ、そういった、措置や、まあ、検査を行ってきたわけなんですけれども、まあ、やはり、まあ、この放射線の下で、まあ、そういう作業をしないといけないので、で、まあ、この造影剤で、まあ、この映像を見るときには、まあ、撮影する際には、まあ、必ずに、まあ、この放射線防御ということで、まあ、この防御する、まあ、プロテクターとなる、まあ、洋服を着るわけなんですね。で、それと、まあ、まあ、なるべく直接照射しないように、まあ、ちょっと距離を空けるっていうね、ことをとっていました。
まあ、それぐらいに、まあ、この短時間の放射線の照射でも、やはりこの健康被害があるということなんですね。例えば、まあ、甲状腺がんであったりとか、皮膚がんであったりとか、まあ、そういうリスクがあるので、まあ、そういうプロテクターをつけて、まあ、限られた時間だけでの、まあ、この処置に当たるっていうことをね、対策をとっていました。で、そこで働いている人たち、まあ、カテーテル、室で働いている人たちは、まあ、皆さん、この、放射線の、まあ、測定をする、まあ、チップをね、つけているわけなんですね。で、私も、まあ、それを、まあ、この、渡されて、で、毎月、測定をするわけなんですね。まあ、どれぐらい、まあ、放射能を浴びているのかっていうことなんですけれども、まあ、そのように、まあ、健康管理、まあ、安全管理をね、されている職場で、まあ、働いていたわけなんですね。まあ、そういう状況なんですが、まあ、そのカテーテル室以外にも、やはり CT とか、あと、まあ、このがんの治療においても、放射線治療とかも行われていますよね。ですから、まあ、放射線っていうのは、まあ、レントゲンもそうですよね。ですからね、まあ、放射線っていうのは、まあ、このデメリット、まあ、こういうリスクもあるんですけれども、やはりこの有用とされているもう部分もあるわけなので、まあ、安全に、まあ、取り扱えれば、まあ、とてもね、まあ、有意義な、まあ、大変役に立つものなんですけれども、まあ、一歩間違えると大変ね、危険な、まあ、物質であるので、なかなかね、管理がね、難しいですよね。ですから、こういう管理がうまくできたら、まあ、この原子力っていうのは、まあ、大変ね、まあ、有効で、まあ、優秀で、大変ね、なおかつもコストも削減できる、まあ、いいエネルギーなんですけれども、やはり管理というのがね、大変難しいですよね。まあ、この人が関わると、まあ、ヒューマンエラーというね、問題も出てきますし、また今現在ね、まあ、ある一部ではね、実施されている、まあ、コンピューターとか、まあ、AI とか、そういうものになると、まあ、ハッキングされて、まあ、そういったトラブル、まあ、制御不能になる可能性もありますので、まあ、なかなかね、まあ、こういった、まあ、管理の問題という点からも、まあ、この原子力を扱うっていうのは本当に難しいですよね。まあ、私も、まあ、改めてこの3月8日を迎えて、まあ、この、まあ、地震やまたこのエネルギー生産についてね、まあ、考えることになったわけなんですけれども、まあ、そういう状況ですけれどもね、まあこの新型コロナウイルス感染症の問題もありますけれども、まあ、日本においては、まあ、やはり地震大国ですのでね、まあ、皆様どうぞお気をつけください。まあ、また新しい情報が入り次第皆様にお伝えしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。